西武ドーム。球団関係者は、今回の設備投資は観客層に貢献する投資をするということです。お客様がいっぱい来てもらえるように、暑さや寒さの環境面とかに当てられる都会周工事などを含む投資例が検討されているとした。大型扇風機でも追加するんか。壁さえできないやろ、どうせ。壁塞ぐのどうももう一つ立つレベルだし、そこまで投資してくれないだろう。仮にやる気出して壁塞いでも消防法に引っかかりそう。正直このロケーションは好き。気温とか虫の問題なけりゃ最高なんやろうけどな。ここにガラスはめるのはダメなのか。エアコンつける方が難しいんちゃうか。耐震基準も変わるやろし。廃棄する氷嚢の氷が増えるらしい。氷嚢持って行ったらタダで氷詰めてくれるサービスはマジで革命的だったぞ。1試合で5往復ぐらいしたわ。本当に改善するなら立て直ししかないと思うけどね。暑さ対策もだけど、長い長い階段を解消しないと選手の負担改善せえへんで。そこ今はエスカレーターあるらしいけどな。西武球場駅前こそ土地区余ってるし、ボールパーク作れそうなもんだけど。あの辺自然保護地域だから許可得ないと開発できない。逆にいつ行けば快適なんや。1回くらい外野席行ってみたいちな。ディー寒い時期のオープン戦で茶娘から狭山茶買うのが醍醐味や。環境改善って何年言い続けてんだよ。最悪観客はどうでもいいから選手の環境を改善しろよ。